ちは、やっちゃんです。今日は地元の有機農家さんから美味しそうな野菜をたくさん買いました。紫大根や赤カブ、こういったものにはすごく元気な野菜なのでたっぷりと葉っぱがついていました。で結構葉っぱって硬くって食べにくいかと思うので、今日はその葉っぱを使って、美味しい大根パンのカレーを作っていきたいと思います。ちょうどねパクチーもあったのでこれも入れて美味しいの作れるといいな。じゃあいってみよう。はい、それではまず玉ねぎ2個をザクザクと切ってあります。これをもう本当はみじん切りにしたいんですけど、ちょっとめんどくさいんでガーって油を1センチぐらい張って、張った鍋の中に先ほどのミキサーにかけちゃった玉ねぎを入れていきます。ここでちょっとじっくりと揚げて、揚げ炒めみたいな感じにしていきます。炒めている横で、スパイスの方を炒めていきたいと思います。私は結構辛いのが好きなので唐辛子結構たっぷり入ってます。そしてニンニクのチューブ、そして生姜のチューブです。クミンシードでパラ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 と入れていきます。ここにカレー粉を入れてきます。カレー粉です。ミックスしてあるやつ、量だいたい量で大さじ2杯くらいかな。ではカレーの方はこのくらいで、玉ねぎの方を水分飛ばしていきましょうね。今結構ドロッとしてるので、この状態から若干火を強くして水分飛ばしていきます。ネギを炒めている間に先ほど のミキサーの中に、茹でてざっくりと刻んだ、カブと大根の葉っぱを入れていきます。感じにドロドロになるまでミキサーをかけます。これをまたもうちょっと水分を飛ばしていきます。だいぶ水分が飛んだので、ここにひよこ豆1カップ1缶入れます。そして先ほどのカレー、これも投入します。水をひたひたになるくらいまで加えます。このくらいですね。どれる醤油とか好きなもので味を整えてみてください。我が家は発酵玄米にしているので、ジャムの中にご飯がいつもいっぱい入っています。こっちが2週間ぐらい前に炊いたご飯で、こっちは1週間ぐらいです。はい、それでは試食タイムに行きたいと思います。こんな感じです。地元の富士宮のふもとも農園さんっていうところの田辺さんが作ってくれたというパクチーです。私パクチー大好きなんですけど、あんまり売ってるところがないので
を見つけてとっても嬉しいです。では、どんなかな？いただいてきます。パクチーがすごくいい香り。あっさりしてる。なんか正直大根があってすごく大量にあると、あ、どうやって食べようかなとか、どうしようかな、ちょっと捨てちゃおうかなとかって思う時あるんですよ。結局家族の人はあんま食べないんですよね。で、私だけが食べるみたいになって、体にいいのはわかるけど、どうやったら美味しく食べれるかなっていつもテーマにしてたので、あのこれだとすごく美味しく食べれる私は。こんなのが常備菜になってたら、あのお昼いつもこれでいいななんて思いました。皆さんもぜひ作ってみてね。バイバーイ。